カメさんも乗ります。誰が運転するんですか。新井さんですね、ひろきさん、息子さんの。息子様でございますから。はい、そうです、よろしくお願いします。危険だったよ。ちょっと、これは何の車ですか、宮下さん。これは全日本選手権で使われている一番最高峰クラスの一番速い車ですね。一般公道を走れる。ここは何なんですか、このパイプ。これロールバーです。あの木にぶつかった時に。あ、なるほど、はい、守ってくれるように。だいたい3トンまで耐えられます。もう1トン分ぐらい全然耐えられるんで。すっげえ、はい、坂野さん、はい、どあれ宇宙に行くわけじゃないですよね。なんだろうね、自然と自分を自分で守ってあげたいってなるポーズになるんだろうね。新井選手解放していいというですね、スタッフさんが、おお、いやいやいや、許しが出てるんですけども。本当ですか。 100% 解放と。いやいや、よろしくお願いします。テーマもセーフティードライブよ。テーマセーフティードライブお願いしますね。無事にちゃんとここに戻ってこれるように祈っといて。いや、もちろんです。はい、えなこちゃんからも一言。いや、もう本当にあの覚悟しといた方がいいです。いや、何で脅すんだよ。仲間でしょ。じゃあ、ということで、はい、お二方、いってらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわー、閉めて。カノンさん、バイバイ。うわー、うわ、怖い。うわー、音よ。セーフティードライブお願いします。
てますね。カノンさん、カノンさん、カノンさん、ちょっと待って、煙、これ引火するじゃないの。してない、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 してない。エボさん大丈夫ですか。大丈夫ですか。これ何度ね、何度、はい、ここのサイドブレーキ思いっきり上げようかなと思って。怖いもあるんだけど、はい、すごいもあるんだけど、どっかにやっぱすごい、やっぱ爽快感はあんのよ。はい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 。スピードであったりとか、うん、ただそのよいしょよいしょで隣で笑ってんのよ。こんな狂気な人見たことないよ。いやもう加納さんが驚いてる姿が、あの、嬉しくて嬉しくて大丈夫ですかって確認してるんですけど。まず大丈夫なわけないじゃん。そうですね。いやこれすごいわ。あの今完全に明日のジョーの最終話見てますよ。燃え尽きちゃった。燃え尽きてますよ、完全に。燃え尽きました。いやいや番組まだ続きますから。収録もこれでエンディングでしょ。違う違う、まだある。こっからまだ全然あります。ちゃんとまともには見れてないけど、はい、ドライビングテクニック、やっぱ一個一個の足、ハンドル、ギア、すごい忙しい作業ですよね。そうですね、常にこう路面状況が変化する中でいろいろ対応しないといけないので。いやこれすごいよ、テクニック。でなんかさ、ごめんごめん、最後ここに来た時、はい、どうなってたの。もうね、視界真っ白で、ただなんかね、体はすげえ持ってかれんのよ。はいはいはい。えなこちゃん言ってあげたけど、どうなってました。くるくる回ってました。マジで。はい、もうあのここを支点にくる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 。マジで、うん、何が起こってんのか全然わかんない。その煙が最後開けた時に入ってきて、なんか俺引火したと思った。すいません、爆破すると思った。大丈夫です。いやーありがとうございます。リアルはやっぱすごいっすか、カノさん。すごい。ただね、怖かったけどやっぱね、気持ちよかった。あ、その言葉は、うん、もう新井選手それ最高ですよね、その言葉。最高の褒め言葉ですね。 ありがとうございます。いやーやっぱそれはもう新井さんだからだよね。もう一回いけた。いいです。いや、わかりました。マジでいい。十分十分。ありがとうございました、はい。今回の特番も有事配信の YouTube チャンネルにて放送予定。放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。